2020年度招待試合の閉会式を行います。大会会長挨拶。鏡原久義香川県高等学校野球連盟会長。智弁学園岡山高校の皆さん、昨日今日の2日間本当にありがとうございました。全国トップレベルの実力を直接肌で感じ取ることができました。心より感謝します。対戦いたしました県内4校も対戦を通して学ばせていただいたことや、チームの課題を修正し、さらなるレベルの向上に努めてくれることと思います。智弁学園岡山高校さんにおかれましては、これからも甲子園の舞台でその雄姿を見せていただくことを楽しみにしておりますとともに、ますますのご活躍を記念いたしまして、お礼の言葉に変えさせていただきたいと思います。最後になりましたが、高校野球のファンの皆様、変わらぬご支援ご声援をお願いいたしまして、閉会の挨拶といたします。どうもありがとうございました。以上をもちまして、2020年度招待試合の閉会式を終了いたします。逆に選手はご退場ください。